おはようございます。塚原農園です。今日は農家が作る家庭菜園に来ております。今日はスナックエンドウの種まきをしまして、化成肥料などをこちらにまいていきたいと思います。前回ここへ作物を栽培していたんですが、その収穫が終わった後に牛糞堆肥、そして苦土石灰などを入れて耕しておきました。だいたい植え付けをする1週間前ぐらいになったら、化成肥料などを撒いて仕上げて畝を作って、その後にマルチを張って植え付けをしていくということになってきます。そして今苗を育てているスナックエンドウの苗なんですけれども、種をまいて1週間透過してくると、このようにちょろちょろと発芽していきますね。今高さがだいたい 2,3 センチぐらいの高さになってます。これはポット9センチポットに、1つのポットに対して4粒種をまきました。だいたいこのぐらいの大きさになってくると成長が一気に大きくなるんですけれども、あまり苗が伸びすぎてしまう。撒いたのはいいけれども、ちょっと初めてで、いつ頃植えたらいいかなと、まだ暖かい今畑に植えてしまうと、これ以上伸びてしまうと困るなと、ね、伸びすぎると寒さに対して抵抗性がなくなってしまいますので、あまり伸びすぎは良くないっていうのは分かっているけれども、でもその伸びすぎたものを、まあ、それ以上伸びすぎないようにするためにはどうしたらいいかなと悩んでる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。なるべく外の、ね、外気温に、ね、慣らすようにして外で置いていただくのがまず一番で、日当たりのいいところにもちろん置いていただくんですが、風通しのいいところに置くようにしてください。で、水を与えるのを少しずつ減らしていきましょう。今日一気に減らしてしまうと枯れてしまいますので、ある程度ここまで発芽してさえしてしまえば、水は少し減らしても大丈夫です。で、カラカラではまずいんですが、水を与えるのを少し控えるだけでも、苗を成長するのを少し遅らせることもできます。はい、それでは耕して、いく前に、化成肥料を入れるんですけれども、参考までに前回堆肥、牛糞堆肥、また苦土石灰など入れたんですけれども、特にマメ科っていうものは、ね、石灰を好みますね。はい、でその時に与える石灰なんですけど、参考までにこちら、はい、苦土石灰ですね。アルカリが 50% 前後、苦土が 10% 前後のものがおすすめです。もしこれを入れる時は、何かしら毎作野菜を育てているような畑であれば、3つかみぐらいですね、 150g 前後与えていきましょう。で、初めて作る場合はもう少し多め、 200g ぐらいがおすすめです。はい、で今回使うのがこちら、化成肥料ですね。はい、窒素、リン酸、カリが888と書かれているものを与えていきます。まあ、オールマイティな、これでしたら1つかみ 50g、 縦横1平米あたり 50g を目安に与えていきましょう。縦横1メートルで1つかみです。 50g をやっていきます。今回は2メートルと畝がとても小さいとこになりますので、はい、2つかみを与えました。はい、それでは耕していきます。もうマメ科の植物は本当にこのね、石灰というものが必要不可欠になってきます。苦土石灰などを入れるときは、まあ、2週間前とされていますけれども、ね、間に合わない方は、ね、早めになるべく入れておきましょう。で、今回は畝幅60センチにしていきます。畝幅60センチにしていくんですけれども、まあ、例えばこの辺だけしかないんですね。でもギリギリ耕すのではなくて、60センチの畝を作る場合は最低でも横幅1メートルぐらいは、耕しておきましょう。
土石灰と土をよく混ぜ込んでおきました。次はアルミの整地板、まあ冷気とか呼ばれるもの、これを使って表面を平らにならしつつ畝を作っていきます。イメージとしては横幅はだいたい60センチで、長さに関してはその必要に応じて長さは決めてください。そこで畝はだいたい10センチぐらい高く土を持っていくようなイメージでやっていきましょう。スコップで耕しているのであれば他と比べるとこちらはふわっとしていますので、いくらか高くなっていると思います。で、横に広がっていますので、まずはアルミの整地板を使って広がったものを中に集めていきましょう。なんとなく自分が畝を立てるようなところをイメージして先に土を山にしていきます。はい、これでだいたい平らになりました。で、次はここでメジャーを当てていただいてもいいんですけれども、私はここでもだいたい足を開いて、これがだいたい60センチになるので、これをイメージしてこう踏んじゃうんですね。この足跡をつけたところ、これがだいたい60センチになりましたので、ここでトンボの冷気、アルミの整地板、これすごく平らになっていますので、これで畝を肩を作っていきます。台形状ですね。これ90度にしてしまうと畝が崩れやすくなってしまいますので、少し斜めにハスに切り落としていきましょう。で、余分なものはマルチの裾を埋める土になりますので、柔らかいのを横に置いておきましょう。まあ、心配な方は紐などを張っていただいてやってあげるようにしてください。まあ、60センチというものはあくまで目安であって、それより、ね、広い分には構いません。次はマルチを張っていきます。今回使うマルチは横幅が95センチのマルチです。で、マルチを押さえるために、まあ、このようなシート押さえなどがあると便利ですね。はい、はい、マルチを張り終えました。出だし、真ん中、そして奥と、ところどころ杭を止めていきましょう。ただこのままですと隙間から風が吹いて持ち上がってしまいますね。ということで、また三角具は、クワ、三角砲などを使って、このマルチの裾を土で埋めて、まあ、かぶしておきましょう。かぶせるときは足で押さえてからかぶせると綺麗にできます。はい、マルチを張り終えました。
一応この仕上がりをもう一度確認したいと思います。この横幅が60センチですね。下ではなくて上です。台形状になってますので、下はもう少し幅が広くなってます。で、今後植え付けをしていくんですけれども、これが土に、先ほど与えた、活性肥料などがよく土に溶け込んで、ど真ん中に穴を開けて苗を植え付けをしていきます。で、今回は私は苗を作って、ポットに種をまいて苗を作っているんですね。それがある程度大きくなってきたら植え付けをしていくんですけれども、だいたい苗の大きさが10センチから15センチぐらいの大きさまで芽が成長してきたら畑に植え付けをしていきます。種は持っているけど苗は作っていないよと、作る環境もないと言われる方は直巻きでも十分大丈夫です。堆肥、苦土石灰、化成肥料、だいたいこの3つが畑に入って、で、今やったような畝の立て方でマルチを張っていただければ、あとはもう等間隔に穴を開けて種を直巻きすることも十分可能です。はい、いかがだったでしょうか。今日はスナックエンドの、定植、苗を植え付けをする前の準備として畝を作ってマルチを張りました。つるありというタイプというものは、時には2メートルを越して3メートルと高くなることもあります。ということも考えると、やっぱ風の抵抗も受けやすい、そして横にも多少広がるんですね。まあ2畳でやっていただくのもいいんですけれども、家庭菜園でまだ始められたばかりの方は支柱をよっぽど強くしないとすぐに風にあおられて倒れてしまうんですね。ということで、私は95センチのマルチを使ったセンターに苗を植え付けをする、また直巻きをする一畳植えがおすすめです。一畳巻きですね。まあ、今後の流れとしてはマルチを張って数日経った後に苗を植え付けをするわけなんですけれども、まあ、追肥などをねしていくのは、まあ、気温が暖かくなってきたからとかね、まあ、植え付けを何日後とかしていくわけなんですけれども、最初にお話をしました通り、寒い時期は苗を植え付けをすると一旦成長が止まるんですね。だいたい20センチ以内に収まるようになっていると思います。で、春の3月頃になってくると少しずつ大きくなってきて、遅霜の心配の頃がなくなってくると一気にうーっとつるを伸ばしてきます。その頃にまでには支柱を立てて、で、上に何かしら防寒対策としてやる場合はそういったものを撤去していただくなどをする必要があります。横にスペースはさほど必要としません。今回は2メートルぐらいのとても短い畝なんですけれども、これでもバケツいっぱいのスナックエンドは収穫することが可能です。家庭菜園の中でいろいろな野菜があると思うんですが、ね、じゃがいも、玉ねぎと大根など、まあ、これらすごくとても簡単な比較的育てやすい野菜とされています。それと同じように今回のスナックエンドウも春一番収穫をする野菜としてとても簡単にできるということで、家庭菜園の方々からも人気のある野菜なんですね。まだ栽培されたことない方いましたらぜひやってみてください。もちろん直巻きも大丈夫ですし、また今からポットに種をまくというものも全然間に合います。霜が降りる前までに苗を植え付けをして活着がするまでに約1週間が透過します。まあ、逆算をしていただく、自分がお住まいの地域でだいたい12月年末頃になったら霜が降りてくるなという場合には、12月の上旬までにはマルチを張ってスタンバイをしておく。で、もう種を直巻きをされる方は種をまくということ、ポット巻きの方は12月頃までには種をまいておくということですね。霜が降りる2週間前ぐらいまでには苗を植え付けておけば、畑の地面のに根っこを伸ばせて、で、肥料を吸って、で、ある程度寒さが来るまでね、スタンバイができるということです。これが直前というものはまたダメなんですね。
あまりにも直前すぎると苗も外で、夜は気温が低いですから外に少し寒さ慣れをさせてあげるんですね。ポットでいくら苗を作っているからといって、本当にギリギリに植え付けをして、また植え付けをした後にすぐに霜がさらっと降りると、それでも霜がれてしまうんですね。少しずつ寒さ慣れを夜のうちに当てておくことによって、苗自体が少し硬くなります。ということで、何事もですね、植え付けをする、また種まきをするというものは、あらかじめ前もって先に段取りをしておくということが、とてもこれが肝心なポイントになってきますので、でも慌てずゆっくりと、まだまだ間に合いますので、少しずつ土を耕したり種をまいたりしてやってみてはいかがでしょうか。とてもおすすめな野菜になりますのでね、ぜひやってみてください。ということで、今日はスナックエンドウの最後の仕上げ、元肥の化成肥料を入れて畝を立ててマルチを張るという作業になりました。今日の動画がいいと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。